こんにちは、ドロンコです。今回はですね、現実チップを使っていきます。現実チップは今回の神側のストーリーを動かしたキーアイテムでもありますね。そのカードはというと、2004の伝説のアーティファクトクリーチャー、装備品クラゲです。乾燥コストは3です。自分はいつでも自分のライブラリートップ1枚を見ることができます。次の能力が鍵です。現実チップがクリーチャーにつけられている限り、自分は自分のライブラリートップから土地をプレイしたり呪文を唱えたりすることができます。まあ、つまるところデッキトップから何でも唱えることができるっていうことですね。レンジャークラスのレベル3や秋の占い師と似た能力ではありますが、クリーチャー以外のカードも唱えることができるのが現実チップの強い点です。さて、そんな現実チップを使ったデッキを作りましたので、そのデッキリストを見ていきましょう。今回紹介しますデッキは現実チップです。現実チップと同じようなライブラリートップから次から次へとカードを唱えることができるようなカードをたくさん入れたシミックランプです。この手の能力が一つあったら十分ではありますが、よく似た能力を持つカードをたくさん採用することで対戦相手からの除去への耐性をつけています。現実チップ以外のデッキトップからのプレイを可能にするカードを見ていきましょう。まず先ほども話しました秋の占い師とレンジャークラスレベル3です。どちらのカードもデッキトップがクリーチャーであった場合唱えることができるようになるカードです。現実チップなどもありますが、この2枚を生かすためにクリーチャーで賄えるカードは全てクリーチャーにしてあります。その結果クリーチャー枚数は31枚ですね。半分以上の確率でクリーチャーがヒットする計算になります。さらに秋の占い師の場合土地もプレイできますので、土地とクリーチャーを合わせますと盤面にある秋の占い師を省き50枚のカードがヒットの対象になります。この計算から見つか花面招待はクリーチャーであり土地なので、その分差し引いてあります。次は墓所の昇降者です。墓所の昇降者は3マナ23スピリット飛行持ちです。墓所の昇降者が戦場に出るか攻撃するたび墓地にあるカード1枚を追放します。自分はいつでも自分のライブラリートップ1枚を見ることができます。毎ターン1回自分のライブラリートップにあるカード1枚が墓所の昇降者によって追放されているカードと共通のカードタイプを持っているなら、その呪文を唱えることができます。土地を追放したら土地を唱えられ、クリーチャーを追放したらクリーチャーを唱えられます。ヒット確率を考えますと、他に秋の占い師などがなかった場合クリーチャーを追放することをお勧めします。その次は土地ですね。秋の占い師やレンジャークラスがすでにあった場合はエンチャンとかソーサリーを追放しましょう。そうするとさらにヒット確率が上がります。墓所の昇降者の場合毎ターン1回だけという制限が結構厳しめなんですが、墓所の昇降者の攻撃時の誘発の場合デッキトップが何か分かった上で誘発を決められますので、デッキトップに合わせて追放するカードを選ぶということができます。最後は捜査員ジェイコブ・ハーキン。ちょっとこのカードだけ他のカードとニュアンスが違うんですが、デッキトップをアドに変えていくという意味合いでこのカードも入れました。表面はずらーっと書いてありますが、タップと6マナ起動でワンドローした後に好きなカード1枚を踏み倒す能力だと思ってください。変身するまでの能力の起動はジェイコブ・ハーキンが除去された場合のリスクがでかすぎるので基本使いません。ジェイコブ・ハーキンは能力起動時6マナを支払うことで変身します。変身した裏面、ハーキンの眼識は伝説のエンチャントです。これもずらーっと書いてあって大変なのでまとめます。まずアップキープのドローが2ドローに変わります。しかしそのうち一方はハーキンの眼識によって追放されます。このハーキンの眼識によって追放されているカードは毎ターン1回だけマナコストを支払うことなく唱えることができます。てな感じの素晴らしいアドカードです。まあこんだけいろんなアドカードがありましたら、少々除去が飛んでこようとまあどれかしらは残っているだろうっていう算段です。うまい具合にクリーチャー、アーティファクト、エンチャントと分かれていますしね。でベースがシミックランプですから、中盤終盤は潤沢にマナがあるわけです。ですので一度軌道に乗ってしまえば他のどんなデッキにも負けない爆発的な展開力が望めます。じゃあ次はフィニッシャーを見ていきましょう。語られざる者の警告は5マナの英雄ターン。一章で次の自分のターンまで自分がコントロールしていない全てのクリーチャーはマイナス2、0修正を受けます。2章では自分の手札が1枚以下なら4ドロー、そうでないなら多元宇宙の警告を行います。3章裏面、言わずの現像はクリーチャーエンチャントスピリットです。飛行トランプルを持っています。パワータフネスは自分の手札枚数です。このデッキは中盤以降はあまり手札を使わなくなりますので、ちょっと面白いなと思って1枚だけこのカードを指しました。金砕きの怪物も言わずと知れたフィニッシャーです。このデッキは先に述べた通りデッキトップから連鎖的にスペルを唱えます。ですのでこの船砕きの怪物のバウンス能力が何回も誘発します。残念ながらスペルバウンスの方は今回はお休みです。このデッキにはインスタントタイミングで唱えられるカードが入っていないためですね。
ちなみに魂力は機動型能力であり、スペルを唱えているわけではありませんので、船砕きの怪物の能力は使えません。まあそれでも多重バウンスが魅力あるんで、船砕きの怪物を採用しています。巨大な空亀は7マナ6号クリーチャーエンチャント海蛇飛行5砲2を持っています。めっちゃこのカード使いやすいですね。魂力能力を2つ持っています。緑3マナの方では自分の墓地にあるカード1枚を手札に戻し、青2マナの方ではクリーチャーをバウンスできます。フィニッシャーでもあり、消えゆく希望の代わりでもあります。デッキトップからこの魂力能力を使うことはできませんが、消えゆく希望と違ってクリーチャーですので、秋の占い師やレンジャークラスの能力も使えます。これからもシミックランプを使うなら巨大な空亀はまず間違いなく入りますね。最後はまあコーマですね。この環境のシミックフィニッシャーといえばですよね。さてそれでは対戦へどうぞ。コブラ出すとこまでしかいけんな。あーいいね、現実チップもあるとキープで。さて、あー秋の占い師使いたいけど戻して、でこっからか。はい、で2ターン目花面招待をクリーチャーで出して、4ターン目ちゃう3ターン目栽培者につなげたい。クレリッククラス、どうかな。花芽招待行きで帰ってくるかな。ちょっと怪しいなこの対面だと。え、オルゾフ、あ、妖幻、あーよかった。栽培者かな。あ、これで持ってくるのは島と。あ、オッケーオッケー。あーコントロールじゃなくて天使デッキか、なるほどね。現実チップ乾燥までつなげてってもいいし、トスキでドローに変えていってもいい。トスキでドローかな。うん、はい、でドローはできると。トスキ、トスキか、うん、まあまあ結果的には乾燥戦でよかった。はい、栽培者、とりあえず殴っていって通すかどうか。それは取る、 OK。 そっちブロック、はい、横展開した方が良さそうですね。でも横展開するためにこうかな。あ、はい、予言、うん、さっきと一緒かな、これかな、か名前忘れたけど天使がバーって出てくるやつかもしれん。じゃあハーキン、じゃあハーキン出していって、あ、吹雪の乱闘まで行きますね。吹雪の乱闘まで行きますねやけど届かないっすね。じゃあしゃあないな、栽培者出すか。栽培者出して土地を伸ばして森で、そこはトスキは絶対攻撃せないかんと。あーそうか、それもあったな、戦を止めの猛威ね。うん、土地置いてジェイコブ・ハーキン・コーマかな。先殴っていくか、こうこう、ここも殴っていっていいや。うん、はい、でドローはしていくと。うん、ドローしてドローしてジェイコブ・ハーキンでコーマを出すと。
で、コーマ唱える。うん、オッケー。さあ、次のターン、どうにかしのぐことができたら、こっからはまあまあ動ける。大丈夫かな、間に合うかな。パーヤの報復、大丈夫かな、間に合うかな。やばいかもしれん。あ、でもハーキンの岩式で、オッケーオッケーオッケー。ですね、まあ殴られんのはしゃあないと。ハーキンの岩式で追放されるのは、そうそう、ここで船砕きの怪物なんですよ。なんで土地置くでしょ。でもうどんどん軽い呪文をと、あーしまった、コブラ先に出すべきやった。もったいないことをしたな。はい、レンジャークラス、はい、トークン削る、装甲車バウンスしていくと。あ、死神食べて、で大田原、大田原は構えようか。じゃあこうこうこうで攻撃、はい、ブロックする、はい。じゃあ破壊不能をつけます。破壊不能をつける、はいよ。あ、はい、生贄はじゃあこのトークンで、オッケーオッケーオッケー。でターン終了、よしよし、どうにかなりましたね。戦乙女、はい、パーヤの報復、はい、大田原を使いましょう。トークンバウンス、ターンをもろて、土地置いてだね、なんでもいいや、はい。で船砕きの怪物重ねて、戦を止めバウンス、でもうアタックして、はい、食べて、はいよ、オッケー、綺麗に決まったぞ。対戦ありがとうございました。キープ、こんだけ現実チップ来とんやったら、まあキープせざるをえんでしょう。花面招待土地で置きます、はい。おお、そういう感じのデッキか、しんどいな。レンジャークラス、予言、まあ杯に毒とかかなっていうのが見えてるんで、レンジャークラスレベル上げで殴ってこ、はい、まあ杯に毒でしょう、あれは。非分か、非分はしんどいな。現実チップ落とすわ。吹雪の乱闘な、いや、あ、これでコントロール苦戦し、滝栽培者ですかね、殴っていって、栽培者と。さあ盤面がそこそこ重たくなってきたから、島だね、島でも出て、とりあえず盤面を処理したいんじゃない。っていうか手札はいじらんといてくれ。オッケー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 、それでええわ、それやったらええわ。
現実チップ使っていくか。現実チップ乾燥をすることで土地が置けると。殴ってく、はいよ、オッケー、除去を使ってくる。はい、現実チップがむき出しになってしまった。あー、くそ、コブラ。ですね、まあレンジャークラスレベル上げで殴っていくしかないかな。レンジャークラスレベル上げて、あ、そっか、いやでもここでコブラ出してもやな。あ、まあいいや。はい、殴っていきます。どうせ対戦相手事件とかも持ってるんで。あ、気分で落としてくる。守るわ。じゃあ、はいよ。コブラ現実チップ乾燥までいけやんか。コブラ出してエンドだな。エンド、絶望将来やるじゃない。エンド、あー、ここに来て非凡か。しゃあないな。はい、で遺跡の非凡3枚出た。マジで3枚出したんか。それしんどいっすわ。吹雪の乱闘はいや。はい、あ、インスタントなかった。よかった、対戦ありがとうございました。まあキープか。はい、滝を置いてエンドと。おお、早いデッキか。あー、面招待か。じゃあコブラにしようかな。サリア、うわー、サリアか。サリアめんどくせえな。え、マジでサリアか。サリアめんどくさいよ。しゃあないな。パーキン出したくなかったけど、パーキンにします。次3マナまで届くから、相手白タンっぽいし除去が飛んでくるかもしれん。亡霊とか、あとなんだっけ、粗暴な聖戦士。あー、野心家もありますね。そうだね。でサリアに乗せる、猛禽に乗せる、先制攻撃で攻めてくる感じね。なるほど。これで土地置いたら6マナまで伸びる。6マナ、トスキ出して、レンジャー、吹雪の乱闘。トスキ出して、吹雪の乱闘。あ、ん？あ、ええんやな。コブラ、コブラ、はい。攻撃、うん、はいよ、いいね。粗暴な聖戦士、取られんのは、あ、トスキなんや。ジェイコブ・ハーキンじゃないんだね。はいよ、
粗暴な聖戦士もちょっと鬱陶しいけれど、うん、緑レンジャークラス、野心家を取りましょうか。こう、あれ？こう、こうと。あ、で、エンドかな。そうね、コブラで攻撃してってもうまみがないから、これでエンドかな。クラリオンのスピリット、はい。サリアおかわりか、つらいな。え、なんで攻撃してこんだ。あ、裏返ったね。緑ハーキンの能力を使って、ナイスすぎ。ただソーサリータイミングでしか起動できやんから、あれ瞬速タイミングで起動できたんかな。でこれは殴ってっていいのか。殴ってってもだな。いや、構えよう。さあ次の除去が飛んでくるかもしれん。ただ2つは除去飛んでこうへんやろうから、ハーキンの岩石か骨砕きの怪物は残ると。吹雪の乱闘装甲車、あーなるほどね。レンジャークラスもいいけど、こっちも展開していきたいし、っていうか唱えていきたいし、装甲車でサリアスピリット猛禽バウンス、でサリア食べてクリーチャーやったら唱えることができるようになったと。で吹雪の乱闘で聖戦士よな。サリア保証、サリア、まあトークンはまた生まれてしまいますが、でだ、こうなったらスタッツ上げていく意味がある。トークンもうここも突っ込んでいくか。でドローしていこう。はい、対戦ありがとうございました。実際回してみるとですね、非常にシミックらしい動きができますので好きです。シミックって結構私が好きなタイプのカラーなんですよ。圧倒的アドとそのアドからなる展開力がやっぱ魅力ですよね。せっかくですのでちょっと現実チップの話をします。まずはカードについて。現実チップは能力だけで見た場合はですね、デッキトップから唱える系能力の最上位の性能をしています。土地を含めてカードタイプの制限がありません。ですので今回は似た能力を持つカードをたくさん採用しましたが、現実チップのみ採用するという形でもいいと思います。その場合現実チップ単体ですとアーティファクトクリーチャーですので除去の対象に取られやすくはありますが、他のクリーチャーに装備されている状態であったらカードタイプのクリーチャーは取れますので、ちょっとだけ除去されづらくなります。04のブロッカーとして使っていくのもありですが、基本的にはできるだけ早い段階で完走しましょう。一見ややこしそうなカードですが、アグロ以外のクリーチャーを展開するデッキだったら何でも入ると思います。使い方がよくわからないという方でもとりあえず使ってみることをおすすめします。次はフレーバーについて話します。
現実チップはですね、この神側のストーリーの中で一番重要な要素なんです。まずですね、テゼレットが現実チップを使って兄弟を支配しようとしたところからこのストーリーは始まります。この次元で一番力を持っている兄弟を支配することで神側を手中に収めようとしたんですね。しかし駆けつけたカイトによってその目論見は未遂に終わりました。ですがその代わり暴走した現実チップによって帝にプレインズウォーカーの火が灯ります。そして帝は自分の意志とは無関係にプレインズウォークし続ける存在放浪王となり、カイトの前から姿を消します。ここからカイトの帝を探す物語は始まりますが、その発端を作ったのが他でもない現実チップです。またこの現実チップ、イラストを見たらですね、一目瞭然なんですが、まあチップですよ。今までのマジックだったらまあないモチーフですよね。ネオ神川の世界観の構築をしていくという意味で、この現実チップは意図的に最も象徴的な要素として描かれています。今回の神川の世界観ビジュアルは今までのマジックにはない、言うならばウィザーズ社の挑戦が詰まっています。プロモーションにしてもそうですね、今までのマジックではなかった手段をいくつも使っています。これらのプロモーションの中にですね、ウィザーズ社がメッセージを残しています。神川のアニメじゃない方のトレーラーなんですけれども、ここにナレーションが入っています。神川において伝統とテクノロジーは相反しない、その融和こそ未来だ。もちろんこれは単に神川のことだけを言っているのではなくて、ウィザーズ社のマジックに対するこれからの姿勢についてのメッセージなんです。マジックの往年のファンが望むような伝統を守りつつも、時に大きなブレイクスルーを起こして新しいエクスペリエンスを探求し続けたいんだというメッセージです。そしてその象徴として今回は物語において最も重要なところを、あえて今までのマジックとは最もかけ離れたチップというモチーフが選ばれました。はい、それが現実チップです。現実チップが全ての生き物の始祖ともいえるクラゲである点も、古いものと新しいものの融和でなんだか象徴的です。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価をお願いします。それじゃあまたね。